ちゃわちゃ。今回は声優だけじゃない、ドラマや監督業など多方面で活躍する津田健次郎さんが、普段は見られないキュートなお姿や色気ムンムンなお姿まで披露。後輩声優たちとわちゃわちゃしていきます。こんばんは、榎木淳也です。よろしくお願いします。さあ、そしてはい、こんばんは、畑中佑です。よろしくお願いいたします。さあ、今回のね、声優わちゃわちゃは津田健次郎すごいぞ声優、として、津田さんをね、敬愛する我々2人が呼ばれておりますけれども、大好きです。どういうところが津田さんの好きですか？だからもうこれ先輩に対して言っちゃっていいのか分かんないですけど、言っちゃう言っちゃう、役者バカ。本当に好きだよね、こう役者っていう職業が。多分心底好きな人じゃないとああいう生活にならないというか。なるほどね。それぐらいの人だと思う。タスクはそう役者バカなところが役者バカなところが、バカだけ役者も含めたやつところが好き。早速じゃあ今日の主役呼んじゃいましょうかね。いや、呼びましょう、はい、じゃあ呼んじゃいましょう、はい、津田健次郎さんです。お願いします。バーゲンは戦場じゃ、主婦なめとったらあかんぞ。どうも、津田健次郎です。お願いします。主婦堂、主婦堂やすげーよ、はい、すごい。なんすかこの、はい、津田健次郎すごいぞかいっていうのは。いや、もう敬愛する我々2人が。いやそうですよ。今日は本当、巻き込んですいません、はい、お二人とも本当に超嬉しいです。いや、ありがたいです、はい、最初ね、はい、津田健次郎軍団っていう企画をやりたいですって言われて、何軍団ってと思って、俺別に軍団持ってないんで。それでは今回の企画に参りましょう。津田健次郎で津田健次郎を超えろ、バズり津田動画。なんすかこれ、なんすか、これこれ、こういう感じ、こういう感じ。バズり津田動画ということで、はいはい、これわちゃわちゃですね。これわちゃわちゃですよ、うん、以前津田さんがツイッターに上げた美容師さんに髪を切ってもらうだけの動画が、はい、失礼だな。いや、そうなんだよ。失礼ですよ。そうなんです、そうなんですけど、ね、なんと、はい、3万いいねを獲得しました、はい、しかし津田さんの良さを知る我々2人なら、うん、そのバズりを超えられるはずということで、これから、僕えのきとタスクの2人に津田さんで短い動画を撮ってもらい、うん、3万いいねを超えられるか挑戦してもらいます。なるほど。ということで、なるほど、ファンの心をつかむ動画を、そうそうそう、はい、3万いいねを超える動画を、うん、はいはいはい、作っていきたいと思います。そう、美容師さんに髪を切ってもらうだけの動画が。だけって言うな。じゃあまず僕が、はい、やろうかなと思うんですが、うんうん、テーマはね、何ですか、ゆるふわ夢系男子。何それ。津田さんが、俺が、やっぱ津田さんってちょっと本当にイメージないんです。渋いイメージがあると思うので、ゆるふわ夢男子、ちょっと可愛い感じに演出してくれる。3万いいね超えたいなと思います、はい、超えますかね。いや、もう自信は結構あります。自信あるんだ、はい、普段のみんなが見てない姿を見せたいなと思うんで。あいつちょっと頭がね、はい、あれだから。いや、そんなことないですよ。ちょっと恥ずかしいからな。ってことで、まずはえのきくんこだわりの服装をチェック。こちらでございます。これも俺が着るの？そうです。こういうの着ないですか、あんまり。着ない。あんまりっていうか初めてじゃないですかね。どんな服装なのか、着替えて登場です。あ、でもあれ、なんかいいじゃないですか。着てます ね。さあそれ着てねえわ。着てない。着て、さては着てるな、家で。着るかな。着てますかね。着こなしてる、うん、着こなしてる。どうですかね。着られてない。こうやってテレビ見てる感じですか。あ、いい感じ。すげえ、何だって似合う。何だって似合わねえだろうよ。何だって似合うな。いやいいっすね。それでは、えのきくん演出、ハッシュタグ津田動画、ゆるふわ夢男子、撮影開始です。じゃあ、特に俺はここにいればいい、とりあえず僕が適正指示を
あ、指示してくれるんですね。出させていただきますんで。はい。はい。はい。ケンちゃん。何？今日楽しかったね。楽しかったね。パンケーキ美味しかったね。美味しかった。ケンにプレゼントあるんだ。え、プレゼントくれるの？これ。何？おお、何これ？かわいいね。私だと思って大切にしてね。うん、分かった。ねえ、カメラ撮ってるからって いつもの喋り方じゃないの嫌だ。どういうことやねん。ちゃんと語尾にデチュってつけて。うん、そうデチュか？かわいいデチュねこれ。もふもふ気持ちいいね。気持ちいいデチュね。うん、なんでそんな笑ってるんでちゅか？私のこと手記？手記だよ。手記でちゅって。手記でちゅ。なんでそんなにクククックなってるんでちゅか？じゃあちょっと、ねんねしてる感じに目つぶってくれる？うん、あ、うわあ、いいいい、あ、いつもこんな感じだもんね。さ、おやすみ。おやすみ、デジュー。はい。ひどい。何や。何をしてんだ。ひどいな。マジで。ひどいな、このエチュード。すごい。これ、ひどいですよ。この携帯、いくらで売れるかな。やったやった。いいもん取れた。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いや、もう何でも言うこと聞いてくれるか。いや、いいこと聞くコーナーでしょうよ。いや津田さん、やっぱ何やっても様になるなと。しかしね、えのきくんがそんなに笑ったの初めて見ました。えのきくんの趣味疑います。趣味？趣味だよ。続いては畑中くんのハッシュタグ津田動画、テーマは何でしょうか？いや、これでも僕こうなると普通かもしれないです。あ、そうですか。続いて僕なんですけど、テーマはあの日常に潜む色気。日常に潜む色気。色気ちょっと僕も用意してますので。あ、そうなんですね。はい、ちょっと行きますか。じゃあ行きましょう。わかりました。畑中くんが用意した服装が、あ、なんかめっちゃ楽なんですこれ、これは本当に着てそうな。これこれ、この普通感めちゃくちゃ楽なんです。いいっすね。いや、この普通感が欲しかったので。こんなんでカメラの前に行っていいんでしょうか？完全にオフな感じしますけど。じゃあこれで、この格好で、はい、マジでちょっと普通なことをやってもらうんで。わかりました。ちょっと移動しましょう。いいですか？場所に、はい、移動する。行きましょう行きましょう。津田さんの色気を最大限に引き出すものとは、はい、すいません、ちょっと僕がやってほしいことは、うん、あのここで、はい、あのほら、あ、歯を磨くんですか？歯磨いてほしいんですよ。はいはい。なんかもう髪の毛かきながらでも入ってきて、寝起きでね、寝起きで入ってきて、うんうん、ここで歯を磨いて、うん、最後鏡に向かってよしって言って、よしって言えばいいんですね出て行ってもらうだけの動画でいいです。わかりました。それでは畑中くん演出ハッシュタグ津田動画、日常の色気撮影スタート。じゃあ行きます。よーいスタート。ふう、あー、ねーみ、あー、知ったな。3倍速でな、今から行こう。完璧です。完璧ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。地味かもしれないけど僕は大好きそうなんですね。この動画こういうことだったのかな。
これ初めて見た時もうめちゃめちゃびっくりしました。津田さんがこれをやるはずがないと思ったんだけど、この番組怖いわ。よし、ということで、はい、じゃあ今の2つの動画をアップしていきたいと思います。はい、ちなみにこれさ、あの本当今あのこれスタッフさんが貸してくれたスマホなんですけど、はいはいはい、あのこのスマホに今僕のツイッター乗っ取られてるんですよ。うわ、僕のツイッターに今アクセスしてるので。うわ、怖っ。はい、ではでは津田さんのガチツイッターに渾身の動画をアップ。ウルフは夢男子、日常の色気、色気、これ俺がつぶやいてることになってるからね。俺が積極的にこれを自分で作ったのかなって思う。そして収録から3週間後の現在、散髪動画の3万いいねを超えられたのか。結果はどちらも散髪動画に勝利、おめでとう。いやこれでもすごいですよ。でもこれ本当ちゃんとリアクションをちょっとだけ読んでみていいですか。はいはい、タスクバージョンの、はい、今日めっちゃいい日になりました。めっちゃ喜んでんじゃん、めっちゃ刺さってんじゃん。幸せにしていい、やった、うん、同じ趣味の人がやっぱ、うん、結構みんな歯磨き好きなんだ ね、 やっぱね。そうみたいですよ。歯磨き好きなんだ。えのきバージョン、はい、Is thatえのじゅん、I'm hearing。 いやいやいや、外国の方ですか。海外で見てるな。本当、しかもなんで分かるんだ、えのじゅんって。声で分かっちゃったんですよ。めっちゃ喋ってるから。すがや、来ましたよこれ。そのままで津田さん、これ、手記で中。いいリアクションだな、手記で中。リアクションありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。この2つの動画完全版は津田さんのツイッターで確認できます。ぜひ見てみてね。